ベンジャミン・ディズレーリ第1次、ディズレーリ内閣は、1868年2月から12月まで続いた、保守党党首ベンジャミン・ディズレーリを首相とするイギリスの内閣である。1868年2月、保守党党首、首相第14代ダービー伯爵、エドワード・スミス・スタンリーが病により辞職した。これまで財務大臣、庶民院内総務として、 政権運営を主導してきたベンジャミン・ディズレーリが後継者となるべきというのが党内の一般的な空気であり、ダービー伯爵も女王に辞表を提出する際に公認としてディズレーリを推挙した。ディズレーリは2月27日にオズボーンハウスに招集され女王から組閣の対面を受けた。ディズレーリは大きな内閣改造を行わず、ほぼ第三次。 ダービー伯爵内閣のメンツを留任させたが、大法官初代、チェルムスフォード男爵フレデリックセシジャーを嫌っていたため、彼だけは更迭している。第1次、リズレーリ内閣は、トップの顔が変わっただけで、第3次、ダービー伯爵内閣の延長でしかないから、少数与党の状況は変わっていない。総選挙に勝利して多数派を得るしか政権を安定させる道はなかった。 結局その総選挙に敗れて、短命政権に終わる、第一次、ディズレーリ内閣だが、その短い間にも様々な法律を通している。選挙における買収禁止に、初めて拘束力を与える罰則を設けた、腐敗行為防止法、公立学校に関する法律、鉄道に関する法律、スコットランドの法制度を定めた、法律、公開処刑を廃止する法律、郵便局に、 電報会社を買収する権限を与える法律などである。これらは官僚が作成した超党派的な法律だったため、少数与党のディズレーリ政権でも議会の激しい抵抗を起こさずに通すことができた。外交では、全政権から続くイギリス人を拉致したエチオピアへの攻撃を続行し、マグダラを陥落させて皇帝テオドロス2世を自害に追い込んだ。拉致された。 イギリス人を救出すると、エチオピアを占領しようという野心を見せることもなく、早々に軍を撤収させた。1868年11月から12月に、かけての解散総選挙は保守党274議席、自由党384議席という結果となった。この結果を受けてリズレイリは審議会招集の前の12月3日に総辞職した。これは、 総選挙の敗北を直接の原因として首相が辞任した最初の事例であり、以降イギリス政治において慣例化する。これ以前は総選挙で敗北しても議会内で内閣不信任決議がなされるか、あるいは内閣不信任決議相当の法案が否決されるかしない限り、首相が辞職することはなかった。ありがとうございます。